はい、こんにちは。イマジンハート研究所のナオジーです。前回というかですね、ちょっと前に中ね、メカの様子を見せたですね、このね M727 っていうですね、ソニーのマイクロカセット、はい、一応ね直ったんですけど、はい、直った、一応直ったっていうのはどういう意味なのかちょっと後で教えますけれども、一応まだねこのテープスピードの調整はちょっとまだしてないんですけどね、一応ね音出ます。また例によって例によってですね、これどれだっけな、停止じゃなくて速度、あ、これテープつくよね。あれ、音入ってないね。音入ってないね。あ、一応ね、直りました。巻き戻してたね。おお、うるせえ。はい、これね、倍速になってますから。直りましたね。あのね、これ直すのは非常に簡単、簡単で。まあ、正味1時間から2時間ぐらいで直ってしまうんですけどね。うん、なので、この、テープをね、作るためにね、テスト用のテープを作るために、ちょっとまともにね、信頼性の高いですね、マイクロカセットがなかったんで、とりあえず直しちゃったんですけれども、でちょっとね気になるところが1個ありましてね、ここね、ほらここは開くんですよ、これだけれども、いろいろとね、これなんか調べたんですけどね、壊れた形跡がないんですよね。はい。なのでちょっと気になるんですけど、動作させるには特に問題ないんですけど、ここがですね、こうやって浮いてしまうの。なぜ浮いてしまうのか。もともとどういう風になってたのかもわかんないですね。サービスマンとかがあると、まだ部品がなくなってたらやっぱする場合はですね、いいんですけども、ね、サービスマニュアルもね、部品の変形とかはわからないんですよね。はい。ちゃんとした部品がついてるという、あるという、ちゃんとしたね、部品があるという前提で書かれた、マニュアルなんで、部品自体が例えば変形してたりとかですね、割れてたり、うん、割れてる場合は、こう、断面がちょっとおかしくなったりするんで、虫眼鏡で見れば、多分ここ欠けたんだろうなっていうのはわかるんですけれども、そういうレベルで調べてもですね、これ、壊れた形跡がないんですよ。壊れた形跡がないのになぜかですね、うん、こう浮いてしまう。通常はですね、ここに軸があってですね、軸がこうなってて、でその軸を支点にしてこれ動くはずなんですよね。だけれどもどうもですね、こっち側のね軸がないんですよ。ただ引っかかってるだけなんですよ。だからそうであればですね、こうやって動くのは当たり前なんですけど、何かが違うということでですね、気になったら調べるということで、ね、実はですね、これ M727 とですね729をまたまたですねメルカリで購入しました。明日来ると思いますんでね。そうすれば、うん、そんで。まあ、見ればですね、ここが何がおかしいのかっていうのが多分わかると思いますので、うん。で、何がおかしいっていうか、本来どういうふうになってるべきなのかっていうのがわかれば、こういうものも、いろいろとね、修理っていうかですね、直すこともできるんでね。これ、だって、開けて分解してもですね、
どこもおかしくないんですよ。だから設計上こうなってるんじゃないかみたいな感じがしてしまうぐらいですね。で何も壊れてないんですよ。シート上げればですね、こっち側のね、反対側の軸が少し曲がってるんですよね。はい。っていうのは気になりますけど、それはもしかするとこのね、ここのガタによって起きてる現象なのかもしれない。どっちが先なのかわからないですね。こっちが壊れたからこっちが曲がったのか、もともとこういう設計であるのかわからないです。だからよくね、マスコミっていうかテレビなんかも言いますけれども、原因と結果っていうのがね、出て、原因があるから結果があるんだって考えるんですけど、本当に原因と結果が本当なのか、もしかすると原因の方が先にあって、要するに原因と結果が反対なのかもしれないっていうこともあるわけですね。だから例えば相関関係とかありますよね。コーヒーを飲む人が例えばがんにかかりにくいとかって言った場合は、がんにかかりやすい、かかりにくい人がコーヒー好きだっていうこともありますし、どっちだか分かんないんですよね。相関関係、何らかのね、相関関係っていうのは相関が1っていうのがね、完全一致なんですけれども、0.9 とか 0.8 とかですね、相関関係がね、そういう場合は、まあ、なんか関係があるんじゃないかっていうことはあるんですけどね。だけども、それがね、どういう関係があるのかっていうのはなかなか難しい。例えば、コロナのワクチンで、ワクチン打った後に、例えばね、何かね、副作用があったこと、あるケースがあったとしますよね。その場合ね、因果関係は分かりにくいんですよね。因果関係は分かりにくい。要するに、相関は取れるかもしれないですけどね。何らかの関係があるんじゃないかっていうことは言えるけれども、関係があるかどうかっていうの判断っていうのは非常に難しいですね。だから、公害なんかの水俣病とかですね、そういうのも、なかなかその相関関係はありそうだっていうのは見えてもですね、因果関係が分からないと、なかなかね、証明ができない、原因の証明ができないということがありましてね。はい。で、僕も、温暖化についてもね、今ね、いろいろと調べておりましてね、二酸化炭素の量と、温度の、相関というのがありまして、温度が高くなると、二酸化炭素が高くなると温度が高くなるっていうことを言われてるんですけれども、どうも、逆の見方もあると。どっちが正しいか分かんないでしょ。温度が高くなるとですね、水中、海に、溶けてる二酸化炭素が空気中に放出されるんで、なので二酸化炭素の量が、高くなるという、ことも言える。だからそのね、因果関係というのは相関があったからといって因果関係があるというわけでもなくてね、なかなか難しいんですね。証明するのは大変ですね。例えば炭酸飲料水のコーラかなんかをですね、冷たい時にね、冷たい時に飲むと、いいんですけれども、あったかい、ビールでもいいですね。あったかいビールをですね、栓抜いたらどうなるか。泡がものすごい出てくるんで、バーって出てきますよね。コーラでもそうですけど。要するに、冷たいと、コーラの液体に二酸化炭素が溶け込むから、泡が少ないんですよ。ところが、ホットビールみたいにして、ホットコーラってあるかわかんないですけど、ホットにして飲むとですね、炭酸がみんな蒸発してしまうんですよね。例えばお湯を沸騰させるときに、ブク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 泡が出ますよね。あれ水蒸気なんですけれども、その中にはだから、空気がですね、水に溶け込んでる部分もあるんですけど、例えば塩素とかが飛び
溶け込んでたりしますよね。でそうするとあのそこで、ね、お湯を沸かしてグツ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 やると、水のなんか水道水に含まれている塩素がですね気化して、飛んでいくわけですよね。要するに熱、冷たい時には塩素でも何でも気体とかが液体水に溶けてるんですけれども、温度が高くなるとですねその溶けた気体ですね、二酸化炭素であったりとかですね、空気であったりとかですね、塩素であったりとかっていうのが空気中に放出されるんでね、ちょっと暖かい人ですね空気中の、塩素濃度とかねそういうのが上がってくるわけですよね。だから塩素濃度が上がったから暖かくなったわけじゃなくて、暖かくなったから塩素濃度が上がったというね、そういうね難しいんですよ因果関係っていうのはね、相関と因果関係、難しい問題があります。はい、ということで何の話をしてたのか分かりませんですけど、今いろんなことを調べてですね、本当はどうなのかっていうのをね自分なりにね考えていきたいと思います。最近ねあんまり専門家っていう人の意見をなんか信じられなくなったんだね。でも本来は無駄なことやってるんですよ僕は。なぜかというと何のために専門家がいるかっていうとですね、専門外の人が違うことができるために専門っていうのがいるんですよね。だから専門外の人がそういう調べなくちゃいけない時代っていうのは本来やるべき、例えばねウォークマンとかそういうのを直すのが僕の目的であればですね、僕の生きてる目的であればですね、そっちをやるのが筋なんだと思います。だけれどもその専門家という人が信じられないとですね、それが嘘かどうかと自分で調べなくちゃいけなくなっちゃうんですね。だから非常に効率が悪いという無駄なんですよ。分業をしてるはずなのに信じられないとですね、その専門家を信じられないと非常に効率の悪いことになってしまうんで、本来はね専門家っていうのは誠実であってほしいと思っております。ということで、また脱線してしまいましたけど、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回はねこのマイクロカセットが治ったっていう話なんですけどね、あとはこのね、ちょっとおかしな、蓋がちょっとおかしいんだけどどうしてっていう話を、中心にしたつもりなんですけど、僕の話は脱線が多いんでね。はい、ということでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。なおじいでした。失礼します。